本当に私たちは神様の御心に一つにされていく。さっき言った祈りというのはこれですよ。神様の御心に私たちが一つにされて、キリストの心を心とせよと言った。でもね、あのピリピリとの手紙、昨日はピリピリとの手紙からそういうメッセージをされたんですけども、その後でね、パウロはこう言ってますね。キリストのことを求めている人は誰もいません。みんな自分自身のことを求めています。そう言った後でね、手も手の伝達は素晴らしいとこう言っています。彼は私の心と同じ心でいます。こう言いました。解けたがまだではダメです。ここではまさにエレベアは解けたがまだだった。そしてエゼキエルはカラカスとなったとこう言われてですね。そこにその破れ虫に立って祈るという人が、ものが起こされないということが、どんなに大変なことか、恐ろしいことであるかということが分かります。第三番目に申し上げたいことは、その破れ口に立つものを探す神様です。30節を見ていただきたいと思います。22章の30節ですか。22章の30節に、私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の場合で石垣を築き、破れ口を修復するものを彼らの間に探し求めたが見つからなかった。探し求めたが見つからなかったと後悔。彼らの中に探したと、彼らの中では誰でしょうか。私はまず第一に挙げることができるのは祭司たち。26節を見ていただきたいと思います。その祭司たちはどういうことをしてたかということが26節に書いてあります。その祭司たちは私の律法を犯し、私の聖なるものを汚す。聖なるものと俗なるものと区別せず、汚れたものと清いものとの違いを教えなかったと。祭司の務めというのは、本当に聖なるものと、そして俗なるものと分けて、そして自分がそういう生き方をするだけではなくて、人々にそのような生き方を示していくのが祭司です。彼はそれをしなかった。祭司の務めを怠っていなかった。これが破れ口に立っていなかったということです。その次には、市長たちというのを見てください。27節を見ますと、その町の市長たちは獲物を引き裂いて狼のように血を流し、人々を殺して自分の利益をむさぼった。市長たちというのは政治的な指導者たちのことですね。政治家たちです。彼らたちは獲物を引き裂いて狼のように血を流し、人々を殺して自分の利得をむさぼった。これが政治家たちの姿です。それから預言者たちというのは28節に出てきます。その町の預言者たちは虚しい幻を見、まやかしの占いをして、漆喰で上塗るをし、主が来られないのに神である主がこう語られないのに神である主がこう仰せられると言っていると、こう言っている。預言者が真の預言、神の御言葉を、メッセージを伝えない。そして人々の好きな言葉で、これ漆喰で占いというのはね、どういうことであるかというと、まあ今で言えば、日本で言うならばね、ブロック塀のことを考えてみてください。ブロックをですね、今はもうちゃんと決められておりまして、中に鉄筋が入って、そしてブロックとブロックの間にコンクリートでつないで、そしてそれは何台以上なってもいけないとかね、地震が来たらこの程度の地震が崩れないようにって、みんな法律で決められている。ところがそれをですね、ただブロック塀を重ねただけでね、重ねただけじゃ重ねただけと分かりますから、どうするかというと、それを漆喰塗る。漆喰塗って表面だけ頑丈そうに見せる。でもポーンと崩れちゃう。そういうこと、
安からざる時に安し安しという、神様が語られることを神がこう言ってると言ったようなことを自分の都合でもって預言者たちは言ってる。大丈夫大丈夫よ、大丈夫大丈夫、何でも大丈夫大丈夫、そう言ってその人々の心をその場では慰めているかつもりであるかもしれませんが、本当はそうではない。あなたの問題はここにありますでしょう。この問題はあなたが本当に解決しなければ、表面をどんなに繕ってもそれはダメですよ、すぐ崩れますよ。やっぱり大切なことは心の根本のところにおいて悔い改めて捧げて明け渡して、そのことがあなたにどんなに辛いことであってもそこのところをやらなかったならば、あなたのクリスチャン生涯は祝福されませんよというのが預言者であり牧師です。でもいや大丈夫大丈夫大丈夫ですよ、頑張っていきましょうというような励ましで終わってしまうならば、それは偽りの預言者と変わりません。彼らの中にそれを修理するものを見つけようとしたけれども見つからなかった。これがこの当時の人たちの姿。そしてそればかりではありません。一般の人々のことについて29節のことも、一般の人々も虐げを行い、物をかすめ、乏しい者や貧しい者を苦しめ、不法にも在留異国人を虐げた、うん、なんと書いてある。ですから上から下までこの国の状態がそういう状態であった。これは単なる今から2000数百年前のエルサレムの人々の状況でしょうか。今日の私たちの姿でもないかと思うんですね。もししかし一人でもその破れ口に立つものがあるとするならば、彼らはその裁きを回避することができたはずであります。私たちはよく知ってますね。創世記を見ますと、アブラハムがあのソドムゴモラのために破れ口に立って祈った時のことを思い起こすことができますね。そこのところちょっと見ましょうか。創世記のところ18章のところをちょっと見たい。少しページ戻してだけ、少しところではありませんね。どっと残していただかなきゃ、戻って。ページは創世記のですね、そうですね、26ページ、旧約聖書の26ページ、のところですね、創世記のところに、ソドムとゴモラという町がありました。これはもう、汚れた町の代表と言われている、その町ですね。で、その町を、神様はこの汚れとソドムとゴモラという町を滅ぼすということをおっしゃったときに、アブラハムはですね、その神様の前に立ちふさがったんです。神様の前に立ちふさがるなんてね、恐れ多いことですけども、彼は神様の前に立ったと聖書に書いている。まず20節見ましょう。そこで主は仰せ、18章の20、創世記の18章の20節。そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重いということを言ったんですね。そしてその私に、その叫びは私に届いているということを言いました。で22節。その人たちはそこからソドムの方に進んでいった。それを告げた人たちがですね。で、その次で、アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムはまだ主の前に。これは祈りの姿勢です。祈っていた。そしてどういうふうな祈りをしたかと24節に書いて、もしやその町の中に50人の正しい者がいるかもしれません、本当に滅ぼしてしまわれるのですかと言ったんですね。50人、そのどこもらに50人の人がいるかもしれない、それでもその人たちも一緒に滅ぼされていいんですか神様という食い下がったんですね、神様に。で、そうして神様は、いや50人いるならばそこは滅ぼさないとこう言った。だけどもやっぱりそうは滅ぼす。そこで何と言ったかというと、
今度は28節を見ますと、じゃあ45人ではどうか、5人マイナスして45人ではどうかと、45人いるならばその町を滅ぼさないと言って、で29節を見ますと、じゃあ40人ではどうか、40人そこにいるならば滅ぼさないと言って、それでは30節、じゃあ30人ではどうか、30人いるならば滅ぼさないとこう言った。31節、じゃあ20人いたらどうなのかとこう言って、なお食い下がるんですね。神様に20人いた、それならば滅ばさない、じゃあ30人、じゃあ10人ではどうかとこう言った。何回言うんですよ、6回神様に、ただ1回一辺倒、こう一辺倒の祈りではないですね。もう食い下がって食い下がって食い下がって、ヤブルの狭間に立って祈っている、これがアブラハムの祈りだ。皆さんね、仏教をバカにするかもしれませんけどね、お釈迦様も偉いですよ。仏の顔も三度という言葉がありますけどもね、この理由、どこから来たか知ってますか。仏の顔も三度、3回目でも許すっていう優しい心って意味じゃないんですよ。そうではないです。お釈迦様は釈迦国の元王子だった。そこから彼は出家して、そしてお釈迦様になったんですね。悟りを開いて、彼の晩年のことです。彼の故国であるところの釈迦国を、その創始国であるところのコウサラという国が、コウサラの王様がですね、に対してこの釈迦国の王様はね、失礼なことを言ったの。腹を立てたところのコウサラの王様は、もうあんな、この釈迦国では小さな国ですけど、小さな国ですけども、この釈迦国を滅ぼしてしまうということで、軍隊を従えてですね、釈迦国に行こうとした。その時に釈迦はね、お釈迦様はそれを知ってね、どうしてか、その道沿いに彼は枯れ木の下で座禅を組んだ。なぜ枯れ木であるかというのは、枯れ木というのはね、釈迦国のシンボルの木なんです。彼はそこで座禅を組んで、そこへそのコウサラの王様が軍隊を従えてやってきた。そうして釈迦を見ましたからね、この釈迦に対してですね、世尊よ、あなたはね、たくさん生い茂っている木がたくさんあるのに、なぜこの枯れ木の下で座禅をしているのかと聞くんですね。そうするとね、釈迦は言うんですよ。たとえ枯れ木であっても、故郷の木は懐かしいものです、こう言った。それを聞いて王様はね、釈迦は自分の国のことをそんなに思ってるのか、彼は釈迦を尊敬してましたからね、軍隊を引き上げるんです。引き上げていくんですけど、また腹の虫が収まらない、もう一回やろうと言って、また軍隊来るんです。それでも同じようにここに枯れ木のところですね、座禅を組んで、そうするとまた釈迦がいるから、また軍隊を戻す。3回までやるんです。4回目に行った時にはもう釈迦いなかった。彼は3回、アブラハムは6回、6と3だと、だからアブラハムがいいという意味では、そういうことを言うつもりはありません。そういうことを言うつもりはありません。言いたいことは、釈迦ですらも自分の国の救いのためには、枯れ木のところで座禅しながら祈っている。釈迦ですらもですよ。神様は私たちのために、本当に私たちがこの国のために、この国が滅びないように、日本の国が滅びないように、誰か破り口に立って祈る者はいないだろうかと見渡しているって言うんです。イエス様がね、羊飼いが飼う者のいない羊飼いがいるのを見て、痛く心を痛めた、こう言われてますね。主法に書いておりますけれども、新約聖書マタイにいる福音書の9章を開いてください。17ページ。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを癒された。また群衆を見て、集会のない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。そして
その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。